あれこれチャンネル2でいいのかな。こちら北海道チャンネル2です、ファミリーエリアの方を中継します、北海道チャンネル1は、メインスピーチを固定で押さえます。よろしくお願いします。マイクで喋ってるの？マイク使ってない。じゃあインタビュー？インタビューしてない。してないですわ。こんばんは。1週間のご無沙汰でした。また今週の金曜日道庁前に集まっていただきありがとうございます。それから8回目になります。反原発道庁前こんばんは。最後まで皆さんのご協力よろしくお願いします。皆さんもいろんな報道でご存知になっているかと思いますが、官邸前の党員行動、3月から行われて、やがて半年になろうとしていますが、先日、野田首相とは面会するというところまで運動が発展しています。会談の中身は、毎日予想通り平行線でありましたが、これはゴールではなくて通過点だというふうに主催者の方々もおっしゃっていました。まさにその通りだと思います。私たちの運動は少しできないところまで今発展してきている。そのことの一つの証だというふうに思います。今日の今回の金曜日には、全国で75カ所以上で、こうした原発をなくそうという同じ思いを持った抗議行動が行われていると報じられています。この北海道でも、旭川、札幌、そして函館で始まりましたし、来週は釧路でも行われるというふうに聞いています。どんどん半原発の抗議行動、金曜日に全国で声を合わせていこう、この動きが広がっています。この動きは仕掛けた運動ではなくて、一人一人が原発をなくしたい、そこが情報を持った人間同士が全国各地で声を上げている、そういうことだと思います。それこそが本当の新運動だということを皆さんも実感されて
来週の講座も始まります。皆さん、一つは私たちの講座は皆さんお一人一人が主人公です。そして主催者です。同じにそういった思いを持ってこの講座の主人公を使いたいと思います。それからどんな方々が講座の家庭を生まれます。ポップコーン、ポップコーン、そしてこのお話を聞きながらそうだと思った時にはぜひ声を上げていただきたい、手を叩いてほしいと思っています。同時に私たちの講座は内藤先生ということで先生の先生をいただいて続いてこのことを伝えていただきます。このキャンプが何週もあって何週もあったりしますので、私たちは決してご父親の方々に何かのことをしようと思ってこのことをやっているわけではありませんから、そのことは全部ご了解いただいて応援していただきたいと思います。それでは、お父様のことですし、本当には通行大臣の方々が邪魔にならないようにお父様に伝えていただきたいと思います。特に先ほどのことは、全部の方々が邪魔なければ、邪魔なければ、邪魔なければ、そこを離れてみてください。そこについては、私たちがお世話になります。それでは皆さん、この前の音がクラゲこのように、この前の音がクラゲこの前の音がこちらファミリーエリアで中継してます。北海道チャンネル2です。ありがとうございました。
本当にこの人への向かっている愛をこの恋心を
Thank you.
メラ持ってる。日山動物園バスだ。
あの水は何十タンパク質なんですよ。あの水どうするんですか。危ない。それで過去のゴミっていうのも今何千メートルも残ってそこに水道管の水が出てるみたいなんですよ。過去っていうのは常に見える中で大規模なのってかかってそこで爆弾が置かれたいものなんですよ。それを今やってるんですよ。この核を使うってことは絶対許されないでしょ。使用を保険する保険かかってる1年かかってるよ。だから生きてるわけじゃなく動物のほとんど生きてるわけで人間が保険して生きるわけない。そして日本人はこういう本物のこれを知ったんだから原発はもう使わなきゃいけない。しかし動いている意見ありますね。それももうそれしかない。それはもう電気が足りるのかなかなかもうこれもう放射能やるか積み上げたもうその責任ですよ。北海道の電気足りますみんな説明もあって、それで、ね、他にも別にじゃない改良して解体してて今の電気で買いますみんなの説明の機会もあって、それで原発を止めます自分の最後までこの中華入れで、反対意見を止めます。終わりです。Come on.
Bye.
移動する。福島の人たちが苦しんでいるのに、野田総理は何の責任も取らないのに大井原発を再稼働したので、私は反対です。たくさんあります。皆さんそうですよね。ありがとうございます。ではまた一言お願いいたします。反対ですよね。原発反対。その通りです。ありがとうございます。ともちゃんは絶対ここに来るから大丈夫かな。ともちゃんは絶対ここに来るから。Thank you.
Thank you.
喋りたいことある。
もう一つは、現場の人は、
Yeah.
連絡することある？あ、もう。Thank you.
ほしいことは、国際を進出の国際に民主党だけでなく、自民、公明、すべての議員に対して働きかけをすることです。もう1年しかありませんけれども、この戦争の議員会の総理は、120年とでも戦争には未来がない、現職ブラック出身の田中健一が議員長となり、5年間は総理といえども、やらなければならない。できない事態であります。今、原発に関しての一番の緊急課題は、この規制委員会の審議案を撤回させることです。最後まで諦めずに、原子力の蔵の人たちに、原子力規制などを出せないために、皆さん、この週末、地元の議員さん、自民、公明、民主、すべての野党、議員の中にはこんな大事なことも知らない人たちもたくさんいるんです。月曜日、皆さん、できることは地元の議員に働きかけることです。この議員案は何としても撤回するということを
格の対処工場のことです。この2つの施設に不具合が起きたとき、使用の放射能が日本列島に拡散し、我々は市に日本は国として成り立たなくなります。まず福島第一原発のときは3月15日に発生した水素爆発により、原子炉建物が吹き飛び、現在は骨組みだけになっている状態です。つまり建物自体が非常に多い状態になっており、余震などで今後崩壊する恐れがあります。この4号機に保管されている使用済み核燃料棒は1500本あります。今後地震による建物の崩壊や冷却装置の故障などが生じた場合、広島に落とされた原爆の4000倍から5000倍の放射能が漏れ、未使用の放射能を浴びた日本列島の人々が意図していき、結果人が不足して成り立たなくなります。このことはインターネットで調べても出てきますし、商店高橋さんの著書や小池昭和さんの著書、アメリカの原子力実験者アーニー・ランダー選手の著書でも出てくるそうです。そしてもう一つ、青森県六ヶ所村の六ヶ所再処理工場では、電池から出た消費発電量827トンを保管しています。もしここが冷却システムの不具合、発電量貯蔵プールの破損、工場そのものの爆発を起こした時、日本はもちろん国として成り立たなくなり、世界にもどれほど大きな被害が出れば行動できません。我々の命と呼吸したこんなに大事なことがテレビ、新聞では全く報道されていません。思えばこの原発の問題は電力会社や政府の本当に都合が悪いことはほとんど報道されていないように思います。どこも危険なこの2つの施設について述べましたが、この2つに限らず日本にある原発はほぼ全てが核弾頭の近くや核弾頭の真上に存在しています。話し合いは国が内部で決めたものが原発なんです。だから原発を止めてください。我々は大事なことに我々や人の姿を見たくありません。地球上には地球政府があるわけです。止めてください。国会に解散したと思いますが、今後の原子力安全協定を担う原子力規制委員会の部下資格について言いたいです。そもそもこれまで原発中心の原子力プランの人たちが苦手でやってきた結果、福島の事故を起こしたことを再発するために設置された組織にもかかわらず、なんでより関連が原子力プランの人たちなんでしょうか。
Thank you.
声かけてもらってます。